ジェンニ・ダールマンは、フィンランド・ピッキオ出身のモデルである。身長178センチメートル、体重58キログラム。ジェンニは、父・ハンヌと母・アリスの間に生まれた。兄が一人いる。14歳で、モデルとなり、2000年にミス・フィンランドに選ばれ、翌2001年にミスカンジナビアに選ばれた。また同年、マレーシアのクアラルンプールで開催された。 ミスコンテストで準優勝になった。フィンランド語のほかスウェーデン語と英語に堪能である。2002年はじめに F1 ドライバーのキミライコネンと出会い、2004年7月31日に結婚した。スイスのバールに住んだこともあるが、ヘルシンキにアパート、ポルカラに別荘を持っている。2005年は馬術家に転身するためにモデルを引退。ジェンには7頭の馬を所有している。 2007年10月にヘルシンキにオープンしたプライベートクラブを共同経営していたほか、2008年2月にタグホイヤーの広告モデルとなった。2013年にライコネンと離婚した。その後の動向は明らかにされなかったが、アイスホッケー選手のシバーナネンと再婚し、二人の男児を設けた。ありがとうございます。